今回はですね、こちらですよ。久しぶりスイッチということで、まあ、なんとね、今年の3月2日をもって、8年目に突入する任天堂スイッチとなります。なんて思ってて、まあ動画にしようかなと思ってたら、先にニュースで出ちゃって、あー被っちゃったと思ったんですが、まあいっかということで、まあいわゆる本当にね、8年目に突入してしまいます。まあ、今までのハードを振り返ってみて、8年間同一ハードでね、来たコンソール、ハードってないわけでもないんですけど、まあ長いんですよね。で、他にどんなものがあったのかっていうのも気になりますけど、まず歴代任天堂末置き機のね、スパンを見ていきたいと思います。まあ今表が出てますけど、まあちょっとね、スパンのところを見ていただくと、一つマスが空いてますね。まあ当然そうなんですけど、ファミコンからスーパーファミコンに移行するまでに7年4ヶ月経ってるよという意味なんです。本来は真ん中に書きたいんですけど、表計算だと真ん中に書けないのでこんな形になっちゃってます。あとは販売台数なんかも書いてありますんで、やっぱりこうハードがね、売れればそれだけ長い期間、ハードがね運用されるっていう因果関係も見ていきたいと。一番右側の勝手に命名その時代は、はっきり言って個人的な、まあなんだろうね、命名です。ということで見ていきたいのは、ファミコンからスーパーファミコンまで7年4ヶ月ということで、まあ今回スイッチがね8年目に目前になってますんで、まあスイッチ以前であれば最長期間なんですよね。まあこれはスーパーファミコンの開発が遅れていたっていうのもあります。あります。まあそういったのもありましたし、まあそれほど脅威がなかった。あの PC エンジンではメガドライブが出てきましたけど、まあ現行のファミコンでなんとかなったという時代ですよね。じゃあスーパーファミコンから64、スーパーファミコン派遣だったんで、まあそういった意味ではそんなにね焦らず投入されたと思うんですが、5年7ヶ月ですね。まあ6年近くスーファミは運用されました。まあ単に64の発売日が遅れたっていうのもあります。ありますね。まあ1995年には出すと言ってたんですが、結局は1996年6月まで伸びましたんでね。これもかなりきつかったらしいです。さあ21世紀ゲームキューブ、64のねちょっとこう覇権から転げ落ちちゃった任天堂64ですけども、ゲームキューブで巻き返しになるかっていうことなんですが、まあキューブ、64からキューブまでが5年3ヶ月です。まあスーファミから64とそんなに変わってないなといった気がしますよね。はい。まあそのキューブも、ちょっとね、あんまり冴えなかったということで、Wii にバトンタッチ、5年と3ヶ月となりますね。最短になりました。この時点で。はい。で、Wii がですね、超大ヒットするわけなんですよね。じゃあ Wii U にバトンタッチするまでどうだったかなっていうと、6年なんで大ヒットハードの割には意外とスパンが短いということですね。まあ Wii が失速しちゃったっていうのもありました。で Wii U の投入をねかなり急いだ感があります。そんな Wii U 壮大にずっこけましたね。任天堂末置き機史上最短のバトンタッチが行われました。任天堂スイッチにスイッチしたということでね、4年4ヶ月で Wii U 時代が幕を閉じてしまいました。まあそんな感じでね、はい、次世代スイッチまでスイッチ時代が続くわけなんですけど、もうすでに8年目前となってますよ。8年ね。いやこれは本当に、まあスイッチ売れました。歴代末置き機の中で一番売れてますし、まあ一番決定的に違うのは、例えば大ヒットハード Wii は、まあ3年目まではね、そこそこ良かったんですよ。ところがどっこい、まあ4年目5年目はプレイステーション3がね、台頭してきたりとか、まあ単に棒フリフリするのが飽きちゃったとか、いろいろありましたから、まあちょっとね、後半息切れ気味だったんですよ。一応その時代ね、Wii がナンバーワンハードになりましたけど、まあちょっとこう厳しい1位でしたね。圧倒的な1位ではなかったということなんですよ。でスイッチの場合は、まあ今のところ売り上げ見てると、なんとね、まあ去年とそんなに変わってないという驚異的な、あの値下げもしてないということで、だからまあこの辺のね数字が変化してきた時にニュースイッチが見えてくるんじゃないかなと思いますよね。
なんでまだまだ行けるぞとなれば行く可能性もあります、現行スイッチで。まあ8年っていうのがどうなのかっていうのは他のハードも見ていかないとわかんないと思うんですよ。ということでちょっと懸命に調べてきました。とりあえず任天堂、同じ任天堂の携帯機ですね。はい、こちら任天堂携帯機、ゲームボーイからまあ 3DS まででいいと思います。スイッチライトはおまけで書いた感じがしますんでね、ちょっとデータ的におかしくなります。ということでゲームボーイ、まあ大ヒットハードになります。任天堂初の1億台ハードということでね、まあ携帯ゲーム機市場というものを作り出したというまあ記念的ハードになります。でこちらもねスパンが11年11ヶ月になってまして、いやこれで1位じゃんって気がしますけど、まあ実はねこれにもちょっとこう条件っていうのかな、からくりがあって、まあ1994年5年6年ぐらいにはもう携帯機ゲーム機市場がまあ崩壊してると、崩壊ほとんどなくなっちゃって年間数十本ぐらいしかゲームボーイソフトが出ない時代になってます。もう当然ライバルなんかもいないし、市場そのものが消えかかってましたよね。まあご存知、1996年にポケモンの登場によって市場そのものが再び活性化してくるということで、ちょっとまあ長いスパンになってます。だからちょっとこの11年っていうのは、違うかなという気がします。まあね、間にゲームボーイポケット、ライト、カラーなんかが登場してますので、ちょっとこう中継ぎもいっぱい投入されましたよね。で、次ですね。アドバンスが登場してから DS まで非常に短いです。3年8ヶ月。まあこんだけ短いのには当然ね、例のソニーが携帯機に参入、PSP を持ってね、殴り込んできたということがありまして、まあ急遽 DS、まあ当然考えてはいたと思うんですよ。思ったよりもアドバンス、売れないなと思っていたと思うんで、まあ第3の柱みたいなのを考えていたんですね。まあそこにちょうどソニーが突っ込んできたんで、まあ3番目のハードということで DS が投入されました。まあそのね、目論見は見事に当たって大ヒットハードとなりましたね。で、次の 3DS までやっぱり大人気ハードなんで間が空いてます。6年3ヶ月となりました。まあめちゃくちゃ空いてるわけではないかなって気はしますけどね。まあ携帯機はこんな感じです。ではね、変わりましてソニーですね。ソニーの据え置き機です。まあ非常に機種名がわかりやすい。PlayStation 1,2,3,4,5,6 と。はい、おそらく次世代機はプレイステーション6となるでしょう。まさかのポリステーションになるとは思わないけど、思わないですけどね。で、発売日もなんとなく分かっちゃってるっぽいんですよね。2028年11月ということで、ここで初めてプレイステーション史上8年という数字が刻まれそうで、スパンがね非常にプレイステーションの場合はコンスタントに出てますね。ばらつきがない、それだけ安定してハードが売れているということだと思います。ソニーね、いろいろなんだかんだ言われますが、こんな感じで据え置き機売れてますよ。うん。じゃあ携帯機すっかり見る影がなくなっちゃいましたけど、 PSP からビータまで7年ですね。やっぱ PSP なんだかんだ長期にわたって売れましたんで、うん、ただ儲けがなかったということでね、あっさりとこう、なんだろう、海外では不評だったみたいですよ。さあ最後 XBOX となります。マイクロソフトですね。マイクロソフトね、そうまだ4世代分しか出てませんが、どうでしょう。うん、8年9ヶ月というスパンがありますね。これ長いですよね、本当に。でまあ要因としてはですね、あれですよ、まず360世代の投入が PS3 Wii よりも1年早かったということと、あとは Xbox One が日本の発売が9ヶ月、10ヶ月ぐらいか遅いんですよ、海外よりも。要するに一番最後にXbox One が投入された国なんですよね、日本はね。まあそういった意味で非常にスパンが空いてます。だから単に大人気ハードだったっていうわけでもなく、まあただ北米とか見る、北米の発売日書いてありますね、右の方にね。それだけ見ると、まあなんだかんだ8年は経ってますんで、まあマイクロソフトにとってはやっぱり売れたハードなんですよね。まあ販売台数、出荷台数見ても8400万台と、まあ Xbox 史上最大に売り上げたハードということで、
まあ長期にわたって運用されたのかなというのがわかりますよね。ということで、やはり8年目の任天堂スイッチはね、なんだかんだ言って長い、前例がなかったわけではないですが、まあほとんど値下げすることもなく、値下げないんですよね。で、かつ売り上げがほとんど7年目も落ちてないという、なんと任天堂スイッチの1年目2年目よりも7年目の方が販売台数は多いと、まあこれは日本の場合なんですけどね、まあそんな結果が出てますんで、これのねロングセラーは異例中の異例と言っていいと思います。となると、もしかしたら任天堂ダイレクトで発表されるソフトですね、今後ね夏に向けてのソフト次第では、もしかしたらスイッチ延命されてしまうかもしれません。まあその中で一つキーワードになるのがスケーリング技術ですよね。あの実際もう実践に投入されていて、まあいわゆるあれですよ、ゼルダの伝説、ティアーズオブザキングダムだっけ、ティアーオブザキングダムかと、スイッチスポーツ、あとはスプラトゥーン3にね、そのスケーリング技術が使われていまして、まあスイッチの限界を超えて、まあいろんな処理ができるというものでしょうかね。はい。なので、まあその技術がもっともっと他のソフトに使われていけば、もしかしたらもう少しね延命するのかもしれませんね。まあそれはもう本当ソフト次第となると思います。まあ俄然次のね任代がすごく気になるし、重要な局面になるんじゃないかなと思いますよね。まあ、あと一つ、これ個人的なあれなんだけど、今ね、ずっと絶対王者に君臨してる、販売台数1位になってるね、プレイステーション2を、現行唯一超える可能性のあるハードがスイッチなんですよね。限りなく近づいてますが、あと2500万台ぐらい売らないと、プレイステーション2の販売数、世界販売数に届きません。だからこれをね達成してからニュースイッチになると、まあ気分がいいかなみたいな気分でね商売やってるわけじゃないんで、まあその辺は本当に臨機応変にね、あ、ちょっとソフトが売れなくなってきたなというタイミングでニュースイッチ、当然ニュースイッチ用のねソフトが完成してなければ何の話にもなりませんので、まあおそらく今並行して作ってると思いますよ。ここ1年ずっとね任天堂ソフトって、まあマリオワンダーと、そうだな、ティアーズオブザキングダムぐらいは主力でしたけど、あとはなんとなく小物でしたよね。小物だったんで、まあおそらくもうニュースイッチ用のソフトに取り掛かってるんだと思いますよね。だからそれの完成時期次第でもあるというのがわかりますよね。ということで、いずれにしてもとりあえずこう2月のね任代に注目です。長々となりましたが、ではまた。